法務省によりますと、先月15日から今月9日までに横浜刑務所の職員と受刑者合わせて35人が新型コロナウイルスに感染したことが確認されました。重症者はいないということです。このうち27人の受刑者が同じ建物で刑務作業や食事を共にしていました。法務省はマスクや消毒などの対策は行っていた、感染拡大の原因は調査中としています。